か。アップしてたもの。はい、霞ヶ浦です。行くよ。もう時刻は現在何時なんだ？5時前。じゃあここで自己紹介してください。はい、体育の兄さんの射程です。どうもこんにちは。あ、どうも、モンパイアの射程です。現在4時51分。雪虫がいっぱいです。はい。雪虫がいっぱいいましたね。一応ここ、なんだっけ、元海軍の、なんか公園って書いてあったんだけど、だからこの辺全部歩って散策できるんでしょ、こういうところとか。うん。ただ、いや、ああいうほら基地とか、この中に入らなければ自由に見学できる。うん、入っていいの？ダメでしょ、いやだってほら車は入っちゃダメだけど、立ち入り禁止とは書いてない。サイレンになったらあのゾンビみたいなんでしょ、みんな。あ、そっちなんだ。じゃあちょっと持って。なんかと思うんだけど。それはやるよ。やるんだね。見て。ちっちゃいけどね。歩くよ、歩くよ。ちょっと。ああ、いい色ですわ、このね。ああ、いい色のコントラストね。始まったよ。何が始まってっていうと、これですね。これですわ。また今回行ってほしいね。ああ、分かったよ、うっせえなんだね。止まんなと。私に注文すんなんだよ。あ、あれはやっぱり左に行ったから。うん、あれね。千葉の方の空港だね。そうなの？それはいいんだよ。いや、で飛行機行こうよ。え？飛行機？じゃあヒッチハイクすればいい。どうしたどうした？行ってほしい言ってんのに投げてんだ。今ちょっと直した。ほら、あそこのね。あれの演説は何？あれなんだっけな、さっき書いてあったんだよな。なんか作ってる。作ってんの？作ってた。あ、現在は海軍。お化け煙突。それ言ったよ。お化け煙突？まあゼルさんと来た時はね、適当にあれは火葬場ですねとか適当に言ってたけど。あそこで亡くなった人はあそこで燃やしてますよ。っていうことを適当に言ってたけど、ん？トモコ。なんだトモコだよ。うん。トモコ。なんでゼルさんで来た。もう雪道すげえな。トモコ？あんまりいい思い出ねえなと思って。あ、そうおお、みんな聞いたか。なんかトモコにいい思い出がないらしいぞ。ほら、なんかあの建物すごくない？何だろ？そういう風に表現すればいいの？ちょっと持っててもらって。一応持ってきたよ、ライト。ただ届くかな、ライト。見てる？ほら。トモコ。ライト届かないね。届かない。うん。なんかね、レンガ作りでしょ。わあ、ごめん。いい感じだよね。トモコ見てるじゃね。何やってんの？いや、トモコって言うから、トモコ見てる？ちょっと雪虫と一緒に。トモコが気に入ったの？カイトはダメだけど、トモコはオッケーなんだ。え？ん？いや、ちょっとトモコいじり、ごめんなさい。トモコいじりが始まりました。トモコ？アイカップだったよ。なんだこいつ？ただ体重100キロぐらいあったよ。あ、そうなの。うん。形だけで5キロ以上あったよ。なるほどね、羨ましいね。もっとあったのかな。頭に乗っけられて重いよって言ってたもん。羨ましい。20代のところの話で。羨ましいね。何が羨ましいんだよ。なんだって。眠いだって。寝ろ。この話は眠いらしい。寝ろ。はい、じゃあやめときましょう。いや、何、ね、どうしたどうした、頭にチンコでも乗っけてもらえるんじゃ。誰に？誰かに。あ、トモコさん。いや、あなたって、あなた。私、うん、いらないから大丈夫。はい、もうね、
桜って何が何だか私は桜なんだよ。一応ね、ここね、管理されてるのね。うん、なんかいたよ、さっき警備。そう、で、見学できる時もあるんだって。だ募集すれば、見学してもいいよ、みたいな。多分あれも見学しに来たんだろ。あ、そうなんだ。うん、そこで止まるよ。うん、あるさって書いてある。うん、ダメじゃん。さっき入んなくてよかったんだよ。あ、さっきのところ、うん、さっきのところから、うん、わ、ダメか、そっか。ほら、すごくない？ね、すごいね。うん、哀愁漂ってた。食べちゃったね、この絵図がね。うん、戦時中のね。だからこれをもっとあれでしょ、綺麗に整えて中を見学できるようにしたんでしょ。ああ、そうなの。うん、とてもそんな感じではないんだけど、正確な名前がね、10年前のナビに書いてあった。ここ、あ、そうなの。何だった書いてあったっけ。あれでしょ、調べて、いや、めんどくさいからやんない。なんでよ。独立行政法人国立科学博物館。あ、書いてあるじゃん、国立科学博物館。書いてあるよ、書いてあるんじゃん。言うそうそう、国立科学博物館。じゃあもうあれ、もう博物館としてやってるの。まあ、そういうこと。さっきここ開いてたよね。開いてた、ここ。うん、ここのドア開いてた。だから、あ、まあ5時だから閉めたのかなってちょっと思った。あー、なんかライト必要なかったね、映ってもちゃんと。ごめん、私の目にはもう何が見えますか。ん、ほら、綺麗に映ってる。それはもう、オートフォーカスね。しょうがない。あ、ブリッジやったな。バカなの。これ、石があったの。ね、暗いとこわかんないよ、もう。見学できるようにはなってるのか。あ、だから内側に鉄板張ったりとかしてるのかな。そうですね。だから、まあ、あそこにもほら、なんかこっからこれ以上入らないでくださいっていう、ね、あるね。うん、あるね。なるほどね。ちょっと持っててもらっていい？この邪魔くせえ格子。こっちを。わかんない。わかんないけど、なんか入っちゃいけませんっていう。なるほど。うん。はい。じゃあ戻りましょう。戻るの？うっせえな。ん？ああ、そういうことね。何が？あなたは面白いです。ありがとう。ありがとうございます。みんなに言われる。大丈夫。あなただけじゃない。何の曲？終わり？え？終わり？終わり。今正解をコメント欄の方にお願いします。今サビのピークかなと思ったら終わりだったんか、あれ。なんだろうな。まあでも美穂村なんで、なんか美穂村に関係あるなんかじゃないですか。正解が欲しい。正解欲しいっす。わかりました。じゃあ編集の時に忘れなかったら調べます。いや、悪い言ってるからね。あそこになんか石碑があるんだね、あそこ上。あ、本当だ。石碑石碑ではない、なんかこう見てたんじゃないの。書いたんでしょ。なんて言ったの。兵隊ああ、それは兵隊さんがここに運ばれた。